お疲れ様です。なんか5万円もらえるみたいですね。また、岸田総理が、英断をしてくださいました。よし、国民皆さんに5万円を配ろう。景気対策、食料高騰なので大変だろう。ただし、住民税非課税世帯に、ということですよね。もちろん、住民税非課税世帯の方に5万円給付、いいと思いますけども、住民税の非課税世帯って、普段から暮らしにちょっと不自由を抱えてらっしゃると思うんですよね。特に、金銭的にも。 5万円給付じゃなくって5万円なんか毎月給付とかダメなんですかねまあそういう風にしても誰も困んないと思うんですけどねむしろ住民税非課税世帯の方に5万円支給することによってそういった方々が普段よりも5万円毎月毎月買い物してくださるんで地域の経済ってなんか発展するような気がするんですけどもそれがなんかね値上がりに調整をかけてくれるんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうかうーん あと、ぶっちゃけね、あの、お金に困ってない人に、あの、5万円が渡っても、それは貯金に入るだけなんで、あんまり意味がないんですけども、あの、5万円がね、入ったら右が左に使うよみたいな感じの方には、積極的に、のっともっとね、ばらまいてほしいですよね。うん、なんかね、あまり、いい世の中は来そないですね。